まあ、あの試合の状況を見て、まあ、投入されたんですけど、まあ、あの求められるのはまずはフォワードなんでゴール、まあ、ファーストタッチから狙っていけと亮さんに言われていたので、まあ、そういうファーストタッチから狙いに行ったんですけど、まあ、ゴールならなかったんですけど、まあ、試合の自分自身の個人的な入り方としてはいい入り方ができたと思います。まあ、あの前節、まあ、ちょっと京都戦で今シーズン初の負けをしてしまったんですけど、まあ、絶対長いシーズン苦しい時もあると思いますが、まあ、皆さんと共に戦って、まあ、J1 昇格、J2 優勝という目標を達成できるように、頑張るので、まあ、次の山川戦もまた連勝を目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい。